いよいよ出発でございます、まずですね、今日はこれから福島県のいわき市に向かって、運転していきたいと思います。で、そこで一泊です。まあ、今ね、正直なところ気持ちを言いますと、何を感じているかっていうと、まあ、不安7割ぐらいで、ドキドキ3割、まあ、3割ってことは6、4ぐらいですかね。往復1130キロでしたっけ。現在ね、時計は11時15分なんですけども、東京の気温は23度と、まあちょっと暑いかなぐらいですけど、まあ、全然過ごしやすいんですが、ね、今ね、パッとね、見たんですけど、次の右折、どんぐらい先かなと思ったんだけど、次の右折までね、57.7 キロっていう風に出てて、まあ、割とこれが今回の、ツーリングのね、俺の初体験っぷりというか、前代、俺の中では前代未聞の数字が出てきてるから、やっぱいつもの、感じとは違うなというのを、今ね、パッとナビを見て、ちょっとひょっとしてびっくりしたんで、一応報告しました。こちら今ちょうど江戸川の真上に降りてございます。ちょうどね、あっちが柴又でございます。いつもね、今ここが江戸川の真上の下、あっちだった。そこにね、いつものトロさんが歩く三角島のなんだっけ、あるし金松町のところにあるし、めっちゃ間違えてるよ。ここだ、ここだ、柴又、江戸川のほとりだ。来て、現在茨城県の取手市というところに入ってきました。今ここに看板が出てるんだけど、あっちにね、牛久沼っていうのがあるんですよ。まさにですね、トラさんの見た風景のうちの一つでございまして、まあ、何度かね、男は辛いで登場してるんですね。今人生初野営をやってもらった。ちょっとね、気づいたら俺全然ちょっと違う方を見てて気づけなかったんだけど、黄色のね、CP110、クロスカブね、乗ってる方に、初やえをいただきました。ちょっとやえって、バイクボール同士のこの合図って言ったら、あれなんですけど、ジェスチャーなんですけどね。ちゃんと好きに返せなかったら悔しい。結構申し訳ないです。でも嬉しいですね、これ、やえもらえるのって。さあ、もう間もなくね、東京出発した時に一番最初に右折する場所が50何キロの先だって言ってたよ。まさに、最初の右折地点まで残り 470m となってきました。右折って言うけど、結局これをまっすぐってことなんだよね。こうみたいな。はい、ということで、ここはね、茨城県の霞ヶ浦っていうところかなに到着しました。今ちょっとコンビニで休憩をしております。今ね、だいたい東京から2時間10分15分ぐらいですかね。特に、まあ、途中ちょっと少し混んでるところありましたけど、まあ、2時間ちょっとぐらいでここまで、無事に来れております。で、ちょっとね、今日どんな装備で走っているのかっていうのをね、お見せしたいと思います。はい、こんな感じです。今日はこんな感じで出発しております。今日はというか今回はかで、ちょっと簡単にご説明していきますんで、ハンドルには、これ前に紹介したこのね、バッグ、ハンドルバッグ、これ詳しいことは別のビデオ作ってあるんで、よろしければ見てみてください。これでもね、本当使っても半年ぐらい経つんだけど、めちゃめちゃこれは気に入ってます。めっちゃおすすめです。俺個人的には本当超大満足。今んとこ不満な点はないかな。うん。で、これにちょっとデートナのね、このドリンクのバッグを横にさらにこうつけて、これいいんですよ、いろいろつけられて、うん、こうやって引っ掛けられるのもできるし。で、ここに GoPro がつけられるようにしてあって、で、足回りとかは基本的には俺は全部ノーマルです。はい。ここにね、ピアのホグランプ、これもまあビデオ作りましたけど、ここはホグランプついてます。今日ね、もしかしたら今回の旅でちょっとね、夜とか山ん中暗いとこ走りたくないけど走るかもしれないんで、はい。で、基本的にはまあノーマルです。もうサスペンションとかこういうのも全部ノーマル、この辺も全部ノーマル。はい。
そうでやっぱね俺は全然ねまだバイクビギナーもビギナーでいいところで免許取ってまだ1年経つか経たないか納車してからまだ10ヶ月とかね本当生まれて初めてのこれバイクなんでまずはちょっとこのハンターカブをねノーマルで走ってで自分で いろいろ走ってみて何が足りるか足りないかっていうのとかあこういうことが不満なんだなってまあなんせ何も分かってないんでなんかこうそういうとこ分かんないでカスタムしてっちゃうといろいろ途中で迷子に、ね、なりそうだなと思って今のところこれノーマルで走ってみます。まあやっぱねこうやって今日みたいに、まあ、今日というか今回みたいにね長旅してこれでねしてみてあこういうこともっとあったらいいなとかこういうところちょっとなんか辛い走ってて辛いなとか多分そういうところをね自分で感じてくると思うので、うん、いいその辺をねちょっとね、自分で体感してからいろいろカスタム足回りとかねしようかなとか思ってます。はい。でまあじゃあちょっとねざっとでね荷物はこれはジビのね、58リットルです。でこの中には基本的には今回の撮影の機材カメラとかあと編集もね途中でやろうと思ってるんであとバックアップ用のね Mac とかまあその辺の機材が入ってます。でね着替えとか旅の身の回りのもの服とか着替えとかをこのこちらのバックパックに入れてます。でこれはホームセンターで買ったのこういうバンドで留めてます。こことこの2箇所ここで留めてます。であとはこれがねタナックスのボックスサイドボックスね。でこれも、前にビデオ作ってたんでよろしければね、シンプルにこういう風に取り付けるやり方みたいなのもちょっとビデオ作ってますけど、でこっちはまあマスクとかあとちょっと工具類とかあとネットとかちょっとそういったサブのね、まあ、ツーリングで、ちょいちょいと必要になりそうなものっていうのをこの中に入れてあります。でね、今2時間ぐらい走ってて、気づいてよかったなと思ってるのがこれがね結構まあ一応狙ってはいたんだけど荷造りするときに狙ってはいたんだけどこの中の荷物が結構ね背もたれになるんですよいい感じに。でこのねバッグのこのバックパックのこの荷物がこれねいい感じに背もたれになるのがさらに助けてくれてるのがこれのねライディングジャケットのこれにさほら背骨のプロテクターが入ってるじゃないですか背面の背中のこのプロテクターがほんといい感じに背もたれになってこのデコボコも感じることなく寄りかかるとねめっちゃ楽なんですよね。うん、これはねちょっと自分の期待以上のポテンシャルって感じでございます。あとはシートもノーマルですね。この辺周りは、まあ、このさっきつけてたの GoPro に道をこれねブランチのやつ基本的にすごいめちゃめちゃねマグネットが超強力でこっちもそうなんだけど、まあ、まず落ちることはないんだけどちょっとねこっちは車体に直接ついてるんでだいぶぐらつきをね振動がでかいので一応心配なんでちょっと200キロぐらい走って落ちなければこのなんだっけカラビナ取っちゃうと思うんだけど一応今のところ補佐で、つけてあります。はい。でねクワッドロックのこれ、スマホのね、ロックはこれつけてます。はい。まああとこの辺のグリップまあこれもまあそんなにまあおしゃれ見た目のおしゃれだから、まあ、そんなに効果が何か感じるかってことはそんなないかな。うん。あと今回はちょっとねこのねベアボンズのちょっとランタンをつけてきました。まあ、もしかしたらね暗いところでなんか作業するかもしれないんでねちょっとそういう時嫌だなと思って。あとここにスピーカー JBL のねクリップスピーカーつけてます。これ普段仕事で使ったりもするんですけどねえか使ってねえかそうちょっとね人気のないところとか暗くなってきたら怖いなと思ってあとで音楽かけようかなそういう時ね山の中とかで一人ぼっちで走るようなことがあったらちょっと怖いから、いつでも音楽が鳴らせるように持ってきました。いつものねなんだっけネックスピーカーも一応入ってんだけどちょっとねあれはね電池持ちがバッテリー持ちがそんなに長くないので、こっちのクリップこれ結構いいんですよ JBL のキャンプとかにもいいと思いますよ。うん、そこそこ濡れても大丈夫だったはずだし、ここでね、これがカラビナになってるんで、どこにでもこう引っ掛けられるっていうので、おすすめです。これはね、今出てるやつ、1個前だったかな。もうこれ廃盤になってるんですけど、これおすすめです。はい。さあ、ということで、見えますかね。ここからですね、あと133キロぐらいですね、距離にして、いわきまで走りたいと思います。今ちょうどこの辺、茨城県のこの辺におります。で、今日は福島のこのいわきのね、うん、でこれからまあ海っぺり走る感じですね。ちょっとここ楽しみ。俺海好きなんで海沿いを走って感じです。ということで、残り130キロ、ここからねまた安全運転で引き続き走っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。では行きましょう。行こう。
んでる。ゆっくりしすぎたね、これは。目の前に山があります。石上、そろそろ初関東を抜けるんじゃないか、俺。おー、山が雄大に広がっております、ね、何山だろう。海が見えたよね、向こうに。今ね、ちょっと温度計を見たら、気温を見たら、東京よりも2度って、22度かな。ちょっとね、肌寒いんで、どっかで上着を着たいなと思うんだけど、初めていわきの文字出てきました。あと62キロ。さっきからね、ちらちら海が見えるんですよ。岡越しのね、丘の下に見える海ってめっちゃいいね。ちょっとカメラに映ってないかもしれないけど、あの丘の上に遊園地があるね。観覧車とかジェットコースターも見える。なんだろう、海ですよね、完全に海。あー、めっちゃいいな。もうちょい早く来て、この先の海沿いをね、走りたかったけど、多分海沿い着く頃には日暮れちゃうだろうな。でまだ5時前なんだけど、早くね。はいはい、ということで無事福島のいわきに到着いたしました。今こちらはね、ホテルにチェックインしてきて、まあ、ちょっと一息入れてるところでございます。いやー、疲れたね。まあ、やっぱ正直疲れたよ。やっぱ疲れるね、200キロ。まあ、なんせね、人生初なんで。ただまあね、楽しいところもあったり、あとね、やっぱね、後半は辛いっていうのがあった。それはなんでかっていうと、暗くなっちゃったんですよ。あとね、想定よりも東京にいる時よりもね、やっぱね、こっちはね、3度ぐらい、下手するとね、山の中とか4度ぐらい、海沿いとか4度ぐらい低いのかな。とにかくちょっと寒かったっていうのがありますね。うん。で、あとね、そもそもやっぱり出発時間が遅かった。ちょっとね、前日の準備がね、ちょっと、だいぶかかっちゃって、夜中の3時ぐらいまでやってたんですよ。ちょっとね、パーツが見つからなかったりとかして、3時ぐらい寝たもんだから、ちょっと出発遅らしたんですよね。なもんで、楽しみにしてたね、福島について、海沿いをね、こう、日立市をね、抜けてから、こう、海沿いバーッと走るとこね、すごい楽しみにしてたんだけど、それがね、もう、真っ暗ね、完全に。で、海風だけがバーッとね、寒いんだよね、やっぱね。まあでもね、初めての、やっぱ不安と、なんですかね、不安もあれば、まあ出発の時言ったけど、不安6割、7割、で、ドキドキが3割、4割みたいなところのようで、まあそれがね、一つの緊張ってやつになってるんですけど、まあそれがね、一旦終わって宿着いて、もうすでにちょっとね、ホームシックっていうか、寂しいなっていうところもある。家が大好きだから。でやっぱこうずっとバイク乗ってるとやっぱ楽しいですよね、うん、でその楽しいのがやっぱね、夜真っ暗な走っててもね、さすがにこれ俺楽しいと思えなかった。楽しい方もいらっしゃるのかもしれないけど、俺ね、あんまりちょっとそこ楽しい、ときめかなかったんだよね。だからね、やっぱそれをね、よりときめく時間を長くするためにも、明日はもっとね、早い時間から出発しようかなと思ってます。でちなみに明日はここから東松島の方を通って一箇所トラさんポイントを見て、でそこから気仙沼に入ってきます。で合計距離がね、260キロ。今日だから200キロちょっとだから、今日よりも長いんだよね。で今日ね、5時間ぐらいで到着する予定のところがやっぱ7時間近くかかったんで、まあやっぱ2時間ぐらいなんだりかんだり休憩したりとかしてた。まあ2時間はないか、1時間半ちょっとぐらい。でただね、明日一つ心配なのが、雨。とね、雨予報がチラチラ出てる箇所があるんですよ。で、それが夕方ぐらいからだから、なんとかね、なんとか逃げ切るんじゃないかなと思ってんだけどね。ただやっぱね、トラさんのね、その松島のところはすごい綺麗な風景になるはずなんで、ちょっとそこなんとかね、雨じゃない、なんとかね、曇り、今できたら晴れ、晴天、お願いいたします。神様、トラさん、よろしくお願いいたします。ね。というわけで、まあ今日ちょっと疲れてるんで、この辺で寝たいと思います。また明日からの引き続き旅、安全運転で頑張ります。皆さんよろしく応援お願いいたします。ではちょっとね、でも顔とかボロボロになってきてるんだけど、あんま映ってないから大丈夫かな。結構シワシワのね、カサカサなんですよ。ちょっともう風呂入ってね、綺麗にしたいと思いますんで、皆さんね、よかったら応援のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方も一つよろしくお願いいたします。ではまた次回よろしくお願いいたします。バイバイ。